よし、再開していきましょう。再開です。で、また止まった。フリーズ率高いな。ピキー言うたもんね、完全に。ハートオブストーン。はい、ドーメントのゲームインザボックス、毎週木曜日更新の木曜スペシャルクイズゲームアーク、引き続きやっていきたいと思います。サンソフトから出ているクイズの星、それの、ワンコーナーですね。ハートオブストーンクリアを目指してやっていくというところで、前回ラスボスのところまで行ったんですけれども、倒せずというところだったので、今週もやっていきたいと思います。というところなんですけれども、だいたい同じ繰り返しになりますので、クイズだけを抜粋してやっていくという形でやっていきたいと思いますので、各イベントシーンに関してはもうちょっと先週の動画をご覧くださいという感じで、やっていきたいと思います。ということで、ラスボス撃破をなんとかやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。スタートです。クイズからやっていきますよ。イベントシーンカットです。さあ行きましょう。まずは、とりあえずなんか強そうなやつ、強くはなかったけど、まあ、それなりのやつ、この勝負からです。日露戦争の連合隊、艦隊作戦三方で陸軍大将の秋山よしのののの弟は、しん、あしゃあしゃあしゃあ、まことなんか知らんけど、その人妖怪六六首は首ね。足が全部で8本の生物はどれ。イカ、イカじゃない、あ、クモか。冬至の日に食べるといいかぼちゃですね。まあ、鶴ぴかハゲマルの作者、鶴ぴかハゲマルは見てたけど作者の名前は知らんな。阿部、あしべさん、はい、じゃあ次のうちバチカンの首都、バチカン市国の首都、バチカン、あ、正解。漫画パタリロの作者、高口さん、あ、違う。次のうちサイレントサマーを歌ったのは、あ、これロビンね、いや、リボンね、リボン。応仁の乱は細川氏と何氏の戦い、山梨、3対3です。人間万事西王が馬、姑とはどういう族からの人、夫の母、はい、1対3。次のうち下肢類の動物なのは、サイ、シカ、リス、リス、はい、正解。無事勝利です。あ、四天王を倒しに行きましょう。さあ、まずは四天王の一人氷旗との戦いです。トヨタの車はどれ、スープラやな、スープラ、はい。さあ4対6、相撲の問題です。琴稲妻ね、あ、佐渡さんやったっけ、はい、正解。3対6。1990年ドラフト会議で近鉄が1位指名で交渉権を得たのは、
これ誰やったっけな、佐々木さんじゃなかったよね、寺前さん、あ寺前さん2対6、我流転生という古事成語があるが、一番最後に流に書き入れるのは目。さあ1対6、ポルトガルの首都リスボンやな。 OK、 ここも勝利です。さあということでローガとの戦いです。最後の四天王ですね、次のうち花言葉が愛の告白という花、植物か、ブタクサね。さあこれで5対8。1990年現在、日本の発電の方法で一番発電量が多いのは原子力かな。あら火力か、ほな火力やん。小説バラの名前はフーコの振り子の著者栄子ね。4対6、希薄、この語句の反対語または対象語で正しいもの。濃厚、濃厚やな。よし3対6、まあ、3対3ですけどね、実質ね。漫画アーシアンの作者、アーシアンなぁ、シャンでそらシャンでそらユンちゃん、あユンちゃんや、ユンちゃんか知らんけどねそう YouTuber にそうあの毒されてるけど、こっちは、価値ある人生は流しは誰の言葉。価値ある人生は流しヤング。1対3、芸術は爆発だと言ったのは岡本太郎ですね。ありがたい。大体問題かぶりが起こってんのかな、これなんとなく見覚えのある問題がちょろちょろ出てるような気もしますし、うん、そんな中でございますが、カオスとの戦いいきましょう。ラストカオスバートですね。まあ、ここはまず最初負けイベがあるというところですね、うん、ちょっと倍速で見てるとこのムービーがシュールですけれどもね、うん、はい、じゃあ戦っていきましょう。ここは負けイベントなんで、まあ、どっちみち外さないといけないんですけど、まあ、とりあえずちょっとクイズとして頑張ってみましょう。元力士千代の富士が相撲業界初の戦勝を果たした時の対戦相手、誰に勝ったんでしょうか。わかんない。霧島、はい違う。ここで一気に5も減らしてきますからね。次の千葉県の名産なのは、あ落花生ね、あよ、梨も有名やけどね、まあ落花生ですかね。次のうち松田の車はどれ、マドンナ、サマンサ、サバン、ボサノバ、ツンドラ、知らんねえ知らんねえ。 MSX、 はい違う。はい、負けてからのですね、負けてからのここが僕の本気だってなってからですが、明るいところで見てください。はい、ちょっと倍速で見ましょう。これはムービーを倍速で見るとなかなかシュールです。みんな声が高いですからみんなシュルシュルつってシュル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 つって言ってますから、なかなかシュールな映像になっております。まあ、とりあえずね、7つの魔石をもうすぐ手に入るというところです。マナちゃんのね、この円筒ですよ、この石の円筒、すごい凶腕です凶腕、マナちゃん意外と凶腕だったって。やっと刑事が刑事らしくやったよね、ここね。そして急にドラゴンボール感が出てくるんですよ。ここすごい。わお。
生きてよっつって。オーラをまとってんの。星間くんオーラをまとい出すの。すごいよね。石あと1個集まっただけであんだけオーラが放てるなんて。さあ始まった最後の戦いが。ラストバトルいきましょう。あ、まだちょっと会話があったんだね。はい、まだ会話がありました。さあ行きましょう。ラストバトル。芸能界でいうすっぴんとは何のこと？素顔ではないわな。AD？ 新人？あ、違う。おっと、フリーズか？どっちだ？おっと、これはどうだ？どうなっている？ポリメガ側のフリーズか？これは。ポリメガ側のフリーズっぽいですね、これは。ちょっとポリメガはまさかフリーズするという。まさかのポリメガのフリーズですね、これ。そうですね、ちょっとボタンが一切反応しませんね。これちょっと再起動かけましょう。ラストバトルを前にフリーズを起こしました。よし、再開していきましょう。再開です。で、また止まった。フリーズ率高いな。ピキー言うたもんね、完全に。調子が悪い。絶望的に調子が悪いな。ああ、止まってるね、完全に。よし、いけた。JR の駅名になってるのは。あ、止まった。なんなん？ちょっとポリメガが再起動を繰り返している。フリーズばっかりで困ってるんですけど。カオスをさっさと倒したいんですけど。次のうち明日は明日の風が吹くと歌ったのは。裕次郎。オーケー、正解。当時の日のかぼちゃね。上村直美の母校。はあ、明治。お、正解。次のうち最も古い書物。これか。あ、違う。規律や統一のない集まりである烏合の衆の出典。五感書。あ、正解。五対五。テレビ番組楽しいムーミン一家の作品中に出てこないな。次のうちどれ。なんな。四対五。プロ野球でウーヤンのニックネームを持っているのは。ウーヤン。宇野さん。あ、正解。三対五。富山金四郎の最終職歴、北町奉行ね。2対5。神経系の活動の、基本単位ニューロン。1対5。人間万事斎王がまあ無事倒した。技術は爆発だと言った人、岡本太郎。4対6。次の陰暦名月のうち2月を意味するもの。あ、月名か。キサラギヤヨイサツキカンナズキシワツキサラギ。3対6。サイレントサマを歌ったのはロリボン。2対6。夕日の丘を歌ったのは
さだまさし、あ、違う、2対5、気迫、この対、反対語、ノーコー、花言葉で理想の恋の意味を持つサザンカね、サブジ勝利。漫画、なんだ、教職そうこうガイバーで、ガイバー3は何と名乗っていた、歯です、違う歯ですじゃなかった、フェンシングでレフェリーの試合図、アレイ、将棋の一手目に自分が動かせない駒は3つだったね、はい、応仁の乱は細川氏と山梨の戦い、ことわざキビスを返す、キビスとは体の、足のかかとのことですね。さあ3対3、パリに世界最初のダイレクトメール、専門会社が出現したのはいつ、あ、1864年でした。2対3、次のうちマツダの車はどれ、カルチャ、コーチャ、ルーチェ、ファントムは知らんわ、ファントム、違う。2対2、相撲の問題です。琴稲妻は、佐藤、それ。1対2。トヨタの車は、ハイラックスやな。ハイラックス。はい。正解です。無事勝利。さあ、ようやく、カオス戦にこぎつけた。もうカオス以上に、まあ、戦いの、その、比重に置いてる、でかいのは、フリーズだよね。フリーズ怖いよね、今。カオス以上に怖いよ、今。もうすでに3回ぐらい出てるから、この収録数分間の間で。いっぱいに使われてるバイオリンが出せる一番低い音は。知らんな、そう。正解。次の打楽器のうち、マレットを使わないの。マレット。マレットってなんやろな、拍子木、あ、正解、当てたよ。結局俺負けイベントだから一生懸命やってもしゃあないやんけどね。第11時代、第11時代、第11代アメリカ大統領な、魚肉、チキン、ビーフ、ポーク、ミトン、ポーク、ポーク正解。次のうち猿のことを表しているのは、俺ら、かしら、ましら、マニラ、わしら、知らんな、ましら、あ、ましら、 PC エンジンのバルンバの販売メーカー、バルンバ、ルンバ、ナムコ、あ、正解。さあ、ここから正解しても相手の HP 減りませんのでね、いくら答えようがみたいなところです。次のうち歌舞伎の世界を指す言葉、あ、リエン、リエンね。二度映画化されたビルバの、建事の監督、あ、これはさすがにわからん、さっぱり見当もつかへん。山下さん、はい、違う。次、次の魚のうち毒のトゲを持っていないのは、ハイナメ、アカエイ、ゴンズイ、ハナオコゼ、ミノカサ、ハイナメ、ゴンズイ、あ、違う。というところでのラストバトルへ向かうんですけれども、フリーズしないかどうかは私はもう心配でしかならない。ムービーはちょっとカットしましょう。
さあ来ました、ラストバトルいきましょう。ウーロン茶のウーロンを漢字で書くとこれだ。よし、来た。日常使っている紙の主原料、木材。よっしゃ、これで、7対10。スイスの通貨、スイスはスイスフラン。 OK、 来た。6対10。タッチの作者、タッチある、タッチ足立みつる。よしよしよし、 OKOKOK。 5対10。物の価値がわからないことの例えで猫に5番。おしゃしゃしゃ、ありがとうありがとう。こういう問題をもっと来い。4対5。あ、じゃあ4対10。プラスチックやビニールは何から作られる。プラスチックやビニール、石油。 OK。 3対10。次のうちフレンズを歌ったのはレベッカや。 OK、 ありがたい。2対10。1990年現在、全身持久性を見るためのいい指標とされる運動。全身持久性を見るため、わかんない。10分間走。あ、違うんだ。ロンドンにおける個人の保険企業者による団体の総評。ロンドンにおける個人保険企業者による団体の総称。エイズ、カイズ、ディシーズ、トイズ、ロイズ、ロイズ。正解。さあ、一対、まあ、二打目食らうから、1対4か。というところです。ラスト問題になるか。特撮テレビ、アクマイザー3、主人公の持っている武器の名。サーベル、ジャベリ、ジャンケル、ヒュンケル、レイピア。レイピア。ジャベリン。ああ、違うか。気を照らしすぎたか。1対3です。アメリカ。財務省短期証券の略称。ABADBABTTBTB。 あ、正解、きた、勝利。さあ、これでどうなる。いや、やったのかな。なぜだ、私が負けるのか。二度も賢者に。そんなバカな私は蘇る。何度でも我の名はカオス。カオスは神ぞー。か、か、え、神か、は、マナちゃんは。マナちゃん、マナちゃん。おしまるくん。マナちゃん、気がついた。おしまるくん。おしまるくん、よかった。死んじゃったかと思った。生きてる、生きてるのね。本当によかった。それよりマナちゃん、ここは危険だ。もう崩れ出してる。早くここから脱出するんだ。おじさんやおばさんたち、みんな君を待ってるよ。うん。魔王級が崩れている。星丸は、ほら、あそこに。ママ、ママ。マナ、どこも怪我はないか、マナ。お、うん、めっちゃギャラリーおるやん。終わったな。ええ。刑事さん、どうぞ逮捕してください。
私にはあなたを逮捕する資格などありませんよ。星丸くん、それから源蔵さん、清美さん、本当のことをお話ししましょう。私は仙人と同じように魔王を倒すために別次元から来たものです。魔王を倒すために7つの魔石が必要だと知った私は、石を手に入れるため刑事だと偽ってあなた方に近づいたのです。申し訳ありません。早瀬さん、もういいんですよ。ありがとうございます。星丸くん、お別れだ。もう会えないんですか？我々は半分カオスの力を借りていたようなものだから、カオスがいなくなればもう別の次元にとどまることなどできないんだ。あんたが私らの世界にいたらいい相棒になったのにな。私、星丸くんのこと絶対忘れない。君のおかげだ、ありがとう。元気でな。面白い人いっぱいおる。君こそ本物の勇者だ。すごいな、このためだけに出てきた声優さんたち、すごい。お別れを言わなくていいの？もう何も言うことはないですじゃ、姫様。ああ、もう4件じゃ、こっち側やったよ。何情けない顔してんだい。笑って笑って、勇者なんだろ。それでは皆さん、お元気で。本当にありがとうございました。え、まさかの？今日登校日じゃないの？いっかれ、忘れてた。星丸、朝ごはんは？お母さん、行ってきます。夢落ちじゃないよね、さすがにね。なんかすげー長い夢を見てたような気がするけどな。タンクトップ。星丸くん、おはよう。あれ、マナちゃん、今日はペンダントしてないの？ペンダント？そう、去年の誕生日にパパからもらったってやつ。去年もらったのはヘベのぬいぐるみよ。そうだっけ？そうよ。そういえばそうだね。変なの。それよりね、私今日面白い夢見ちゃったんだ。へえ、どんな夢？それでね。ちょっと夢落ち風じゃなかったよ。ハートオブストーン。いや、いいよそれは。そのシーンはいらん。夢の中でマナちゃんがさらわれちゃってさ。そうそう。え、じゃあマナちゃんも変な夢見たんだ。そう、変なやつ。それでさ、こんな風になったんだ。そうなの。ああ、参るよな。にゃーりな、うおこー。てめえは。おい、今日はマナは学校か？ええ、そうですよ。そうか。終わったということで、無事クリアいたしましたというところですね。ハートオブストーン、まあ、なかなかこの、なんていうんですか、このムービー以外のところのその世界観で説明されない部分が結構多かったので、ちょっとわからないところも
ところどころあったわけですけども、まあ非常に、まあストーリーとしても楽しく、まあクイズゲームとしてもね、まあなかなか難易度は高めで、うん、で最後最終的にはそのなんていうんですか、フリーズとの戦いみたいなとこもありましたけれどもね、まあなんとか、無事クリアいけましたというところでございます。まあ、初めて PC エンジンの、クイズゲームをやってみたわけですけれども、まあ非常にあの PC エンジンのその触ったことなかったもので、ポリメガがあってやっとプレイできるようになった環境になったので、初めてプレイしましたけれども、まあゲームとしてゲーム機としてもそのムービーもねしっかり作り込まれてるしっていうところなんで、まあ今後他にもね PC エンジンのゲーム買ってますのでっていうところで、まあ今後いろいろやっていきたいなと思っているところでございます。はい、というところで、エンディングは流れておりますけども、これ何のこのエンディングなんですか、これ何のスタッフロールなんでしょうか、何スタッフなんでしょうね、これちょっともうわからないですけども、はい、まあそんな感じで、まあなんですかね、その制限時間がないっていうのがクイズゲームとしてはまあ珍しいシリーズですよね。今までそのプレイしたゲームっていうのはもうなるべく早く答えた方がそのゲームを有利に進めていけますよみたいなのが多かったですけども、今回のゲームは別にあのその制限時間もないし、選択肢もその相手によって様々だし、ライフもちょっとずつ増えていくしいう感じで、ちょっとずつこう成長するその RPG 的な要素が強めだったのかなというところで、今までとは違うそんな遊び心があった、そんなクイズゲームだったのかなと思います。でまあ今回プレイしたのはその5つあるゲームのうちの1つだけですけども、まあ他にもまだ4つのモードありますのでね、まあこの時代でそのあの多人数プレイする人はあんまりいないかもしれないですけども、まあ多人数プレイも楽しめるやつですから、ちょっとなんかムービー始まったから喋るのやめようか。あるやん、ハートオブストーン。はい、プレゼントバイサンソフト。これで、あ、戻ってきました。はい。ということで、まあ、今の時代、このゲームをこう、他人数プレイするっていう、その環境がある人はあんまいないかもしれないですけどもね。まあ、機会があれば、ちょっといろんなモードがありますんでね。やってみてはいかがでしょうかというところで、今回はここまでしたいと思います。まあ、サンソフトがクイズゲームを出すっていうところで、あんま聞いたことないですね、サンソフトのクイズゲームって。うん、あんま記憶にないんですけども。まあ、ちょっとアーケードライクもあるし、残機性もあるのでね、コンティニュー制度もあるのでっていうところで、まあ程よい難易度で遊べるそんなクイズゲームに仕上がってたと思いますので、気になる方はちょっと探してみてください。そんなに中古価格も高くはなかったです。はい、というところで、今回はここまでしたいと思います。また来週、木曜日からは新シリーズ新たなクイズゲームに挑戦していきたいと思いますので、来週木曜日もお楽しみください。ということで今回はここまでしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。エンタのゲーミンズボックス、ご視聴ありがとうございました。ちょっとおまけで今何問目や一回だけやってみましょうか。なんでちょっとピーターラビット風な、何ちょっと太っちょピーターラビットな。今何問目いきましょう。はい、スコア10。普通野球に使用するバットの太さは直径何センチ以下とされている。知らんな。8。だいぶもう終了でしょこれ。終了です。ゲームオーバー。なんでウサギない、なぜウサギなんか分からへん。ちょっともう一回もう一回もう一回、日本の結婚60周年は何婚式。金ダイヤモンド。 OK。
毎年7月末に行われる二輪の耐久レースの開催地。二輪耐久レースシーも鈴鹿、あ、そうね、二輪も鈴鹿でやってんねや。次の J がアウトサイダーに出演していないのは、アウトサイラルフマッチョ、あ、違う、はい、2問でしたハイスコア10って相当難しいな、これ10取るのも難しいと思うんで、はい、まあ、そんな中でございますけども、もうこの画面から戻れないか、あ、戻れた、戻るんは戻れました、はい。そんな、ウサギが主人公、今何問目も収録されております。ではお疲れ様でした。